こんにちは。紙物好きの雑記帳90回目の投稿になります。いつもご視聴どうもありがとうございます。今日はですね、企画動画を1本上げさせていただきたいと思いますので、よろしければ最後まで一緒にお楽しみください。先日ですね、紙物好きの雑記帳77回から、計7回に分けまして、特に初心者様用にジャンクジャーナルの作り方という作り方動画を上げさせていただきました。でね、作っていて私自身すごく楽しかったんですけれども、何よりもね、私が思っていた以上に反響がたくさんありまして、で嬉しいコメントもね、同時にたくさんいただいたんですね。本当にどうもありがとうございました。でそのね、コメントの中で例えば紙物のね、選び方とか、組み立て方っていうのがよく分かって、ますます紙物が好きになりましたっていう方や、その動画をきっかけにね、紙物をね、やってみようかなっていう気になりましたなどという嬉しい報告、それから、動画とともにね、一緒に自分も作り進めて、で動画が終わる頃には一冊完成させましたなどというね、嬉しい報告もいただいたんですね。で本当に私もね、それを聞いてとても嬉しかったです。であとは中にはですね、メールの方から、できればね、いずれ交換の方をね、してみたいんですなんていうね、お言葉もいただきました。それでですね、交換に関しては金がね、やってみたいなっていうふうに考えてはいたんですけれども、私自身ね、平日仕事をしてまして、でさらにあまり要領が良くないので、作業のね、ペースがすごく私呪いんですね。なので一冊作り上げるのに本当に何ヶ月もかかって作ることも多々あるんですね。なのでどうしてもね、交換皆さんとっていうとなかなかちょっとね、できないでいて、でもやってみたいな、どうかならないかななんていろいろ考えてはいたところだったんです。それで今回この動画をね、作っていくプロセスの中で、一冊のジャンクジャーナルの中に、シグネチャーっていう分冊を何冊か、はい、作って、重ねて一冊にするっていう手法を取りました。でその作業をしている時に、ああもしかしてジャーナル一冊丸々交換じゃなくて、シグネチャーごとにだったら私も何名かの方と同時に、交換便という形で交換できるんじゃないかなってちょっとね、思いつきまして、そして今回こちら用意したものなんですが、もしも皆さん興味があれば、私とジャンクジャーナルのシグネチャーの交換をしていただけないかななんて思いまして、この企画を立てさせていただきました。でそうですね、どうしてもね、一冊作るってなるとね、もちろん初心者の方にもすごく負担になりますし、で先ほど言ったように私も一冊作るのにすごく時間がかかってしまうんですが、このように分冊したシグネチャーだとそれほど枚数もないので、はい、比較的なんていうのかな、ハードルを低く交換できるんじゃないかななんて思っています。で例えばこれ今回私と1冊交換して、あとはご自分で何冊か自分でシグネチャーを作って、それをいくつか合わせて1冊のジャーナルっていう風にすることもできますし、またはこれにもうそのままカバーをつけて、簡易のジャンクジャーナルとして使っていただくこともできるので、こんな形での交換便はいかがでしょうか。はい、それでですね、こちらなんですけれども、今回、ジャンクジャーナルのシグネチャー交換会というのをさせていただきたいと思います。で、3名様と交換希望になります。でですね、締め切りの方、お申し込みの締め切りの方は2019年3月25日
月曜日の22時までとなります。でもしね、3名以上のご希望の方がある場合には、抽選という形で3月27日に、その3名様を決めさせていただきたいと思います。はい。で、この交換会に際しましては条件がございます。でその条件というのがですね、こちらになるんですけれども、はい、まずは、私のこのちょこっとリコットのチャンネルを登録、チャンネル視聴者登録ですねをしていただくということ、それから、最終的に、シグネチャーを作っていただきまして、4月の15日月曜日までに先に私の方に送っていただけることです。こちらは必着ではなくて4月15日までに投函していただくということになります。はい。でその次に、この YouTube 動画上で、私の方に送られてきたそのシグネチャーを紹介させていただける方、そしてそのシグネチャーには様式があります。それを守っていただけること、で最後に、下のコメント欄の方に、参加希望と書いていただければ、応募完了というふうな感じになります。で、こちらシグネチャーの様式とありますが、こちらについては後ほど詳しくご説明したいと思います。でこちらの方なんですが、シグネチャー3冊を、作っております。こんな感じですね。で中の方ね、それじゃあ1冊分だけ、はい、お見せしたいと思います。でこのような形で送らせていただきます。でこのシグネチャーに関しては糸では閉じていません。ですから皆さんがこれが届いたらご自由に糸で縫っていただいて、先ほど言いましたようにご自分のと合わせて、ちょっと厚めのジャンクジャーナルにしていただいてもいいですし、ここにもカバーをつけていただいて簡易のジャンクジャーナルにしていただいても可能なように、どうにでもなるように、はい、このような形で何も閉じてない状態です。ただバラバラにはねならないようにゴムで簡単にこう閉じてあります。はい。でこんな感じですね。でね、一つチャームもちょっとねつけてみました。各ねシグネチャーのねイメージに合うようにちょっとビーズを選んで作ってみました。でところどころねポケットをつけて、中にジャーナルでね使えるコラージュなんかに使える紙物もね入れさせていただいています。こんな感じで封筒がポケットに なっていたりとか、はい、ジャーナルカードもこんな感じで入ってますね。ラベルシールだったりとかチケットなんかも入っています。でこちらは小冊子ですね。ちょっとしたメモなんかが書けるスペースもありますね。でね、3冊とも全て、内容が違います。こんな感じになっています。で、申し訳ありませんが、特にこれが希望というふうな形では取りませんので、ランダムに抽選をさせていただいて送らせていただくような感じになります。ただ今回はねちょっと使った紙のねテーマ、まあ、色のテーマなんですけども、紫、それからペパーミントグリーン、そして水色ですかね、は
はい、そんなところを中心に紙の方を組ませていただきました。はい、そしてですね、こちらシグネチャーの方の様式になります。で、まずは、表紙は付けないでください。シグネチャーのみとなります。はい、で、サイズは基本ページサイズを18センチ ×12 センチとします。はい、こんな感じですね。ページがこのようになりますので、18センチ ×12 センチで、一応紙を2つ折りにしますので、もともとさ、最初に作るのは18センチ ×こちら倍ですね、24センチの紙。はい、これが一応基本のサイズになります。で、こちらはあくまでも基本ページのサイズなので、もちろん中にはちょっとこれよりもね、小さい紙を組み合わせて入れていただくことももちろん可能です。で、枚数的には5枚から最大10枚までで構成してください。で、最低その中の5ページ分は、ポケットやタックスポットなどのページの装飾をお願いします。で、できればね、その中にタグだったりとか、ラベルだったりとか、ジャーナルカードだったりとかを入れていただければ嬉しいです。はい、で、ここ大事ですけども、くれぐれも糸とじはしないでください。はい、でですね、シグネチャーって何とか、もしかしてこの動画をね、始めてみて、それでも応募の方してみたいという方は、紙物好きの雑記帳の特に77、78、82を参照に作っていただければと思います。はい、というわけで、もしよろしければ皆さん、ご参加の方よろしくお願いいたします。もう一度繰り返しますけれども、応募の方の締め切りは2019年3月25日月曜日の22時までです。で、3名様以上の場合は抽選とさせていただきますので、3月27日に発表となります。で、なお、抽選で3名様、決まりましたら、私の方から、メッセージをいたしますので、メールアドレスの方の交換をさせていただきます。それで差し支えない方というふうにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。